今日は将来留学するときの参考にということで、海外の大学について話したいと思いますけれども、まずはアメリカについて話したいと思います。アメリカの大学なんですけども、今の日本の英語の教科書でどういうふうに教えられているのかちょっとわからないんですけれども、実は僕なんかが中学校ぐらいの時に、カレッジっていうのは単科大学で、ユニバーシティっていうのが総合大学っていうふうに習ってたんですけれども、アメリカに行ってみたら、アメリカ人ってそういう感覚の使い方はしてないということが分かりまして、今の教科書は正しくなっているのかもしれないんですけども、基本的にカレッジっていうのはアンダーグラジュエイト、いわゆる学部生時代のことをカレッジっていうふうに言って、で、ユニバーシティっていうのは学部も含めるけれども、大学院であるとか研究機関として、そういう意味で総合大学といえば総合大学なんですけれども、教育研究機関全体としての大学という意味でユニバーシティっていうふうに使ったりしています。それからアメリカには国立大学っていうのが基本的にないというか、国立大学っていうのは日本でいう防衛大学校とかそういう感じになってきて、例えばミリタリーアカデミーとかネイビーアカデミーとかエアフォースアカデミーとか、ちょっと聞いたことあるかもしれませんけれども、そういうのが国立大学として存在するっていう程度で、基本的な一般的な高等教育機関としての大学っていうのは、公立大学とプライベートスクール、私立大学っていうことになります。これらの公立大学と私立大学っていう関係についても、あまり日本の大学に当てはめて考えても、ちょっと感覚が違うような気がします。それでそもそもアメリカの高等機関としての大学っていうのは、どちらかっていうと、日本で高校と大学の中間ぐらいでイメージすると、より理解しやすいんじゃないかと思うんですけど、まず公立大学っていうか州立大学について説明すると、日本人って例えば何々州立大学っていうふうに一言で言いますけれども、実はほとんどの州立大学っていうのは1校しかないわけではなくて、例えばカリフォルニア州立大学だったらユニバーシティ・オブ・カリフォルニア・ロサンゼルス、いわゆる UCLA とか UC バークレーとか UC サンフランシスコ、UCSF なんて言ったりとか、それら全部一流大学なんですけど、そういうのがいっぱいあったりするわけです。テキサスの場合は、例えば、ユニバーシティ・オブ・テキサス、サウスウェスタン・メディカル・センターとか、ユニバーシティ・オブ・テキサス・ヒューストンとか、ユニバーシティ・オブ・テキサス・オースティンとか、本当それこそそれぞれの都市にものすごくたくさんあると。日本で言うと、何々県立高校っていうふうに考えるのと、よく似てるかと思います。日本の場合、どうしても、大学っていうのが、学歴の一つの区切りというか、その後仮に大学院に行ったとしても、割と自分の出身校というと、大学がどこ行ったかっていうのを想定したりすることがあったりする傾向はあるかと思いますけれども、アメリカの場合は、いわゆる大学よりも大学院の方を重視してたりして、で、特にエリートコースを目指そうと思ったら、基本的にはプロフェッショナルスクール、メディカルスクールであるとか、ロースクールであるとか、ビジネススクール、そういうのに進んでいくとエリートコースっていうような形になっていくんで、自分のキャリアディベロップメント、アカデミックディベロップメントの中で、そちらの方に重点を置いたりして、大学学部時代っていうのも無理して、例えば日本でよく聞くハーバードとかスタンフォードとかイェール大学とか、そういうのも確かに一流大学なんですけど、必ずしもみんながみんな無理して、お金も高いですし、そういうところを目指すわけでもなく、例えば州、その州に住んでる人が、その州立大学の中でもやっぱりフラッグシップ大学っていう、その州の中でどこが一番いいとか、そういうのあったりして、これまさに県立高校みたいな、そういうのと似てるんですけれども、そういうところに進学するとよかったねって、おめでとうっていうような感じになったり、非常に成功してると。さらにそれを皮切りに大学院どこ行くかっていうような、その時に医学部関係の人が将来、例えば大学院として留学する場合、PhD コースなんかが多いと思うんですけれども、 PhD コースはプライベートスクールに行こうが州立大学に行こうが、 NIH から奨学金が出るようになって、実はお金がかからないわけです。ということで、そういうところに行ったりするときは、必ずしも学費を気にすることなく、できれば一流大学を目指したりっていうような、そういうことになったりします。それから留学のポイントなんですけれども、
PhD コース、要するに大学院レベルで留学する場合、それが結構早い段階での留学になると思いますけれども、その場合は TOEFL を受けるのと、あと GRE っていう大学院試験、これら共通で、まずそれを受験するわけです。これは日本からでも受験できるわけです。そしてその後、そのスコアを持って自分の、希望する大学に応募していくわけなんですけれども、これはもう何校応募しても基本的にはいいはずで、結構みんなたくさん応募したりしてます。こればっかりは何点取ったらどこどこ大学に行けるとか、そういうのが決まってるわけじゃないんで、もうそれこそ数多く応募しまくったら、結構有名大学、一流大学と言われるところ受かったけど、それほど有名じゃないところは全然合格しなかったなんて、そういうこともあったりしますんで、いろんなところを応募しとけばいいと思います。それからちなみに、例えば医学部生にとって、そういう PhD コースも、それこそ医学部卒業してすぐそういうアメリカの PhD コースなんて行くっていうのは、非常にアクティビティの高い道筋だとは思いますけれども、これも最初からそれを目指して準備しておくんだったらいいけど、なかなか医学部の学生がそこまで最初から長い時間かけて準備するわけでもなく、割と卒業間際に基礎医学に進むことを前提に、大学院どこに行こうかっていうことを考えるときに、海外まで視野に入れてって言うつもりでいろいろ調べ始めてってことになると、やっぱりなかなか準備不足で、結構ハードルが高くて、なかなか思ってるより難しかったりします。で、結構苦戦してる人いろいろ知ってます。ここで PhD コースなんですけれども、かといって、じゃあ大学ならどこでもいいかっていうと、あまり大したことのないところに行ってしまうと、それは日本の大学院行った方が良かったんじゃないかって話になりますんで、やはりある程度以上のところを目指すべきじゃないかとは思います。ただし、例えばアメリカのレベルで言うと、どれぐらいまでだったらっていうか、実は一流大学っていうのは結構たくさんあって、いわゆるリサーチユニバーシティって言われる大学って結構いっぱいあって、それは少なくとも50校ぐらい、トップ50ぐらいの大学だったら十分素晴らしい研究してると思います。一方で、やっぱり PhD コースっていうのは、 PhD 取ったからといって将来何かが保証されてるってわけでもないんで、やっぱりそこで結局研究して成果が上がらなければ、その後、次はポスドクってことになるけれども、あんまりなかなかポスドクでもいいところに行けなかったりっていうのがあって、何のために行ったんだって話になるんで、すごくアグレッシブな医学部生の中でアメリカの PhD コースに進むっていう、何人か知ってるし、みんな非常に優秀で、それだけに成功してる人が多いんですけれども、ただ必ずしも割がいいかっていうと、大変な割にはそれほどそのコースをたどることによって何か保証されてるっていうことでもないんで、そういうコースをたどったとしても、やっぱり相当頑張らないといけないっていうのがあるかと思います。あと、一般的に一番多いのは、日本の大学院に入って、日本で PhD を取った後、海外でポスドクとして留学するという、そういうのがある、一般的だと思いますけれども、これもやっぱりトップレベルのラボになってくると、やはり競争率が高いんで、なかなか応募しても取ってくれるわけではありません。なんで、これもまたやっぱり何通も応募書類に出して、その後面接に行ってということになるんですけれども、また逆に科学雑誌の、ウェブサイトなんかで結構ポスドク募集みたいなの出てたりするんですけれども、それを見て応募するっていうのでもいいのかもしれないんですけど、ただ本当にトップラボっていうことになってくると、そういうところに募集なんか出してなくて、もうそれは世界中から常にものすごい数の応募者が来て、そういうコンペティションを勝ち抜いて、一流の研究室に行くっていう、そういうことになってくるわけです。それを考えると、大学院の時代に PhD コースとして入ると、そこの大学の一流研究室に学生として配属を希望すれば、割とそれは配属されやすいっていうのがあるんで、学生のうちから大学院生としてアメリカの PhD コースに入る一番のメリットはそこかなという気がします。それからアメリカでポスドクとして留学するケースについて、またはそれ以降については、また別の動画で話していこうと思います。今日のところは以上です。